こんにちは、ふたつきです。今回は100均材料で夕日のハワイアンヘアゴムを作ってみます。ハワイアンな夕日の作品とヘアゴムのリクエストをいただいていたので作ってみます。パステルで着色した UV レジン液で白から黄色のグラデーションを作って太陽っぽくします。中のヤシの木と文字はネイルスタンプを利用します。材料です。今回はセリアの透明な UV レジン液を2本使います。型はセリアの熱帯魚のモールドです。地平線になる黒画用紙をモールドの形に合わせてカットします。画用紙の上にモールドを置いてボールペンで印をつけます。印の内側をハサミでカットします。シリコンマットの上でレジン液を着色します。トレイの上にシリコンマットを置きます。よく聞かれるんですが、このトレイはネットで12個セットの封入パーツを買った時に入っていたケースです。シリコンマットの上に4つに分けて透明なレジン液を出します。左上は黄色っぽい白にします。白とレモン色のパステルを削り入れます。右上は黄色にします。レモン色とクリーム色を入れます。左下はオレンジ色にします。オレンジ色を削り入れます。右下は赤っぽいオレンジ色にします。オレンジ色と濃い桃色を入れます。塊が残らないようにしっかり混ぜます。ここから色の調節をしていきます。夕日の写真を参考にしながら色を整えます。よく混ぜます。色ができたらエンボスヒーターを当てて気泡を抜いておきます。シリコンモールドに着色したレジン液を入れていきます。赤っぽいオレンジ色を型の外側に入れます。夕日の一番外側に円を描くような感じの配置にします。上半分だけ入れるようにしてください。次にオレンジ色を入れます。赤っぽいオレンジ色の内側に来るようにぐるっと入れてください。こちらの色も上半分だけに入るようにします。3番目に黄色のレジン液を入れます。オレンジ色の内側と下半分にも円形に黄色を入れていきます。最後に黄色っぽい白を入れます。この白が太陽になります。真ん中に丸っぽい形になるように配置します。色の境目をぼかします。白の形がなるべく崩れないようにしながら周りの黄色と混ぜます。境目がはっきりしないように爪楊枝を細かく動かしてレジン液を混ぜます。次にオレンジ色と黄色の境目を混ぜます。混ぜ終わったら気泡を抜いて硬化します。透明なレジン液を薄く広げます。この時点で型の3分の2くらいの高さになるようにします。爪楊枝で全体に広げます。はじめにカットした画用紙を入れます。レジン液に埋めるようにして熱帯魚の下の方に配置します。気泡を抜いて硬化します。硬化したら一旦型から取り出します。ヤシの木と文字のネイルスタンプを押します。ネイルスタンプをするのに邪魔なので型から取り出しました。ヤシの木のネイルプレートに
黒のマニキュアをたっぷりのせます。スクレーパーで余分なマニキュアを取り除きます。スタンパーを押し付けて図柄を写し取ります。押す場所を確認しながらスタンパーをレジンに押し付けます。スタンプできました。続けて文字もスタンプします。スタンプできたらマニキュアが乾くまで少し待ちます。レジンを型に戻します。マニキュアをこすって取れてしまわないように注意してください。透明なレジン液を型いっぱいまで入れます。爪楊枝で全体に伸ばします。気泡を抜いて硬化します。硬化したら型から取り出します。裏側にヘアゴムを通すためのボタン足パーツを取り付けます。今回はレジン液で取り付けますが、取れないか心配な方は先に接着剤でくっつけてからレジン液でコーティングするといいと思います。熱帯魚の裏側に透明なレジン液をぷっくりするくらいのせます。ボタン足パーツを配置します。横向きにゴムを通せるように配置する向きに注意してください。ボタン足パーツを埋め込むようにしながらレジン液を全体に伸ばします。気泡を抜いて硬化します。最後にヘアゴムを通して結びます。完成です。夕日っぽい色がうまく出せました。下に地平線があると一気に夕焼けっぽい感じになります。レジン液が余ったので小さなヘアピンも作りました。こちらはカモメのスタンプをしました。お揃いで使ってもいいかなと思います。作り方はほとんど同じで、ボタン足をつけずに接着剤でヘアピンに貼り付けるだけなので簡単ですよ。このヤシの木のスタンプを使うとハワイアンな雰囲気になるので、よかったらやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価よろしくお願いします。